面白いよ。面白いですか。めっちゃ怖かった。怖かった。怖い。テリー土屋の車の話始まりました。イエーイ。 いいとこですね。ここはいいとこですね、はい、今回は群馬県の水上にあります、はい、いいとこですね、群馬サイクルスポーツセンターにお邪魔しております。通称群サイですよね。群サイです、はい、群サイです。もう世界的に超有名、今回何なんですか。今回はですね、まずちょっとあちらをご覧ください。はい、はい、どうかしたの。どうかするんですよ、今から。どうかしたの。なんか聞こえてきた。あ、また。おお、来た。おお、おお、おお、それで、やばい予感がしますけどね。いや、これはあれですよ。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。隣は、はい、玉木さん。玉木と申します。玉木さんは、藤野さんのところに入ったってことですか。そうですね、従業員として働かせてもらいながら、うん、レースにも参戦させてもらってます。はい、ね、チームトヨタやドリフトに、うん、加入されまして、今 D1 ライツにね、はい、出てらっしゃいます。で、今日これで、はい、お二人のね、そうなんです、まあ、エースドライバーってことなんですけど、はい、まあ、土屋さんもね、ドリフトでは有名ですが、今日はドリフトの魅力に迫っていきたいと思います、はい、ドリフト競技を見るときに、はい、特にこう注目してほしい部分ってどういうところなんですかね。単走っていうソロで走る、はいはいはい、ものがあって、でソロは、まあ、フィギュアみたいな形で、うん、こう迫力があったりとかライン取りだったりとか、そういうのを審査されるんですよ、うん、でその後に、追走っていうチェイスみたいな2台で走るトーナメントになって、で、まあ、追走は逆に言ったらもう格闘技みたいな、格闘技みたいにも2台でこうバトルするような形で、それってあれですか、まあ、僕は素人で分かんないですけど、はい、息が合ってないとダメだってことですか。先頭の車両に対して後の車両がいかに先頭車両に綺麗に合わせられるかっていうことなので、ちょっと後ろの方が大変だってことですよね、はい、で例えばそのショーとかでやる場合は息が合ってないといけないんですけど、その D1 だとやっぱその勝負なので、なるほど、いかに先行が全開で走って、その全開に対して綺麗に合わせられるかっていう、近くで走ってる。土屋さん、今まで合ってますか、はい、いいじゃないですか。いいじゃないですか。はい、これいいじゃないですか。はい、後追いがぶつけちゃったらどうなんですか。結構あります。それはダメなの。それは当て方によります。多少当たるのは、こう例えばタイヤが、フロントタイヤが相手のドアとか、その辺にトントンって当たるぐらいは大丈夫です。どうと先行で走ってる人は当てられたわけじゃないですか。はい、と頭くんですか。イラッとします。イラッとします。これはどうですか。遅いからぶつけられる。あ、そうか。ダサいの、遅いの。遅いからぶつけられるの。そうですね、あ、そういうことなんですか。それもあります。はい。で、いかにもこう後ろバーンとかやっちゃうと、それは後の、後追い車両が悪い。悪い。ということで、それは審査員の方が見ていて、はい、今のはジャッジするんだ。はい、あの前が悪い、後ろが悪い。はい、なるほど。面白いな。今なんか機械で点数つくんですよね。そうです。例えば車速だったりとか、うん、角度だったりとか、そういう振りの速さだったりとかを全部機械が審査してる。機械だけじゃ見れないところをやっぱり人間が審査してる。はい。そして、はい、ちょっとですね、はい、玉木椎名選手にですね、うん、ドリフトの技を今からね、いくつか披露していただくことなのと思うんですけど、椎名、はい、ちゃん、はい、いいですか。わかりました。はい、玉木さん、はい、プレッシャーでしょ。もう今もすごく緊張してて、こういう撮影みたいなのも初めてなんですけど、大御所の方々で今すっごい手がどこに収まろうと思って、ね、ちょっと土屋さんはね、はい、厳しい男ですから、はい、そうなの、女の子に甘いんじゃないですか。いや、女の子に甘いの。そんなことあるわけないだから楽しみですよね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ行ってきます。はい、いってらっしゃい。なんかドキドキしますね。めちゃめちゃドキドキ師匠としてはだからちょっと何をするんだろうなみたいな、お手伝いみたいなことですよね。どうですか、玉木さん、どう、いい感じ。はい、緊張してます。緊張してる。めちゃめちゃ緊張してます。今、OK ですかね。緊張してね。はい、めちゃめちゃ緊張してます。プレッシャーの中でやってね。スイッチも入れて、はい、じゃあ、大丈夫ですか。頑張って。はい。
いや、このガタンとさ、なんかタイルみたいな音がいいですね。ライスのベスト8に入るぐらいだからこれは子供でもできるぐらいの技、ま、上手と言いながら子供でもできるってね。どうですかやってみて。いや楽しかったです。藤田どうした今の。いやまあ30点ぐらいですか、ね、そうですね。そうなんですか。いっぱいいっぱいにやってる人と今みたいに余裕でやってる人との違いはあるよね。今どれの余裕に感じる。楽勝でしょ今。楽勝ですね。見抜かれていました。あ、そうなんだ。だって危ない走りが一回もないじゃん。だって修正とか、ね、普通に軽くやってんだろうなっていう感じ。バレてます、ね、バレてますね。ぜひ土屋さんにまずチェックをしてもらいたいなと。あ、なるほど。今時の逆にね、うんうん、どう土屋さん。あ、いいですよ。おお、いい。豪華査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。こっちが刺激じゃん。これ刺激、これサイドブレーキなんです。なるほど、はい、間違えないってことはよく待って間違えるよな。マジかな。はいはいはい、Oh, my God.
ただいまです。おかえりなさい。さあ、藤野さん、めっちゃ怖かった。怖かった？怖い。怖い。いや、本当、軍勢こんな速いスピードで、はい、しかもこの車800馬力とか900馬力あるんですよ。はい、土屋さんそれ全開で乗るから、あ、ちょっとおかしいんで、はい、おかしいですね。もう一つすごいなと思うのは、これ初めて乗った車でしょ。はい、初めて乗った車で、ね、こうやってね、そうなんですよ、すごいですよね。だからまあ、藤野んちの車だからさ、不安要素はないじゃない。あ、まあ、確かに。ちゃんと作ってるから。なるほど。もうその D1 の初期の頃から見てるから、藤野の車は。まとも。まともですか。まともまとも。次はですね、チェンジして乗られますか。チェンジは、はい、先ほども言ったんですけど、サッカーいや、これ絶対危ないです、土屋さん乗せたら。やらない、今日。いや、これ危ないですよね。あの、めっちゃ危ない。だって下りでさ、200キロ出てるもん。確かに、ね、それ確かに。で、ハーフエッドだから、うん、濡れてるから、で、ブレーキ踏んで万が一痛いってなって離したら、まあ、確かに。わかりました、ね、じゃあやめましょう。やめましょう。お知らせがあります。この度、アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中で、モータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。